74の壁を突破できませんか。今日もね、頑張ってます。今日はトレーニングオフの日なんですけど、もう今日はね、有酸素をしまくろうかなと思ってます。今から1時間歩くんですけど、その後ね、近くの市民プールに行こうと思ってて、水泳ってカロリーめっちゃ消費するんですよ。同じ時間でも歩くとかバイクを漕ぐとかよりレベチにカロリー消費するんで、普段ねバイクを漕いでばっかなんで、ちょっと違う有酸素をしてみようと思って、今日はプールに行ってみようかなと思います。よかったらね、減量中は毎週行ってカロリー消費してもいいかなと思ってて、ちょっとね、74キロ台の壁が高いんで、なんか知らんけど 74.0 を切れないんで、もう今日で切っちゃおうかなと思ってますね。筋トレない代わりに今日は動きまくりますわっていう話です。はい、今日は散歩ですね。どういなかなんですけど、やっぱ自分でバイク漕ぐより、まあリラックスというか気分転換になるんで、まあこの季節はすごい気持ちいいんで、風が散歩はいいなと思いますね。1時間ほど歩いて帰ろうと思います。今日の朝ごはんは妻が昨日作ってくれた脂質がほぼゼロのパンです。バターも卵も使ってないらしいんで、めっちゃ減量向きのパンとプロテインですね。いただきます。はい、ではボサボサに伸びた髪の毛をね、断髪していきます。本当は月1で切りに行きたいんですよ。ただなんかお金ももったいないし、まあ今回は1ヶ月半かな行くんですけど、もっと稼いでね、できれば月1で髪の毛は切りたいところですね。では、はい、めっちゃ切りました。いい感じです。結構僕ね、いろんなところに移り住んでたんですよ。やっぱどこに住んでもまず自分に合う美容院とかマッサージとか歯医者とか、その辺をね、見つけるのが一番大事だなって思いますね。自分に合うお店を見つけるってすごい生活のクオリティを上げる上で大事だなと思いますね。それでは泳ぎに行ってきます。なんか Google さんによると、1時間クロールしたら600キロカロリーも消費してくれるらしいんで、めちゃめちゃいい減量になりそうですね。久しぶりに次の泳ぎを思ったけど、まあもう力つけるまで泳いでカロリーをね、バンバン消費してくれると思います。マジできつい。これ水泳は痩せますね。カロリー700くらい消費。ちょっと泳いで疲れすぎて仕事なんてできる感じじゃないんで、本でもね読んどこうかなと思います。今読んでる本はこれですね。俺ではない現状。あの SNS で炎上ってあるじゃないですか。でなんかアカウントが成り済まされて、その成り済まされたアカウントで炎上されると成り済まされて炎上されて全部特定されるっていう本で、前に紹介した6人の嘘つき大学生かな、あれと同じ作者の本で、これもねまだ最後まで読んでないんですけど面白いんで、ミステリー関係でね本を探してる人がいたらぜひ読んでみてください。ちょっと疲れたんでこれ読んで晩ご飯まで食います。今日多分 4,5 時間有酸素してるんで、さすがに疲れたな。1時間歩いて、1時間プール漕いで、バイク1時間、1時間、4時間か。4時間有酸素プラス、まあゴルフもして、起きてる時間、まあ17時間ぐらいのうち5時間はね、運動してるんで、さすがに疲れましたね。なんで、寝ます。明日は73キロ台ってことを信じてれます。おやすみなさい。
あんだけめちゃめちゃ動いてやっと74の壁を突破しましたね。これはそろそろもっと落ちてくれることを願います。なんか体全体の疲労感がものすごいですね。睡眠不足かもしれんけど疲れてる。今日もね、せっかく休みなんで今日は胸と肩トレなんですけど、終わってからもせっかく家にバイクもあるんで、まあ1、2時間は漕ぎたいなとは思ってるんですけど、あと4キロね、こちらまで頑張ります。今日はね、朝も喋ったんですけど、体の疲労感が半端なくて、多分昨日の有酸素連打でだいぶ体にガタが来てるのかなと思って、まあ、いつもは前半1時間 1V、 後半1時間も 1V で合計2時間トレーニングするんですけど、この日はさすがに2時間無理やと思ったんですよ。なんで30分でね、メニューを終わらせました。なんでまあいつもみたいにベンチプレスで回数を重ねられないんで、まあ、久しぶりにね100キロ以上の重量を持って、高重量をね扱いました。減量中は100キロ以上はまあ持たんとこうと思ったんですけど、まあ、今日は例外で僕マックスで体重が82キロの時に、120かな上がって、まあ、今は、体重70、まあ、約4かな4で、まあ、どこまで上がるかっていうのをね試しました。でまあ結果110は、2本を上げて3本目もまあ上がりそうでしたね。ただまあ次があったんで110は2本で1やめにして、で今動画でやってるのが120ですね。皆さんこれ上がると思いますか？体重82の時に1本は上がりました。今は74で、まあ上がればね筋力はほぼ落ちてないって感じなんですけど、で今ね楽から居上した瞬間にやばいと思って、まあ一応下ろしたんですけど、まあ残念ながらね上がらなかったですで後半が、肩をねこれはもうサクッとしました。いつもはもっと高重量でガッツリやるんですけど、ちょっとこの日はもうね体力的にきついと思って、体を休めなあかんと思ったんで、まあ、明日からね体調を整えるためにもサイドレイズを何セットかして30分くらいで終わりましたね。まあ正直完全に水泳ですね水泳1時間もうずっと僕ほぼ泳いでたんで、もうあれで完全に体が疲労してますね。まあ週1くらいで行ってもいいんですけど、それで筋トレの質が落ちるなら考え物やなって感じではあるんですけど、まあ今後どうしていくかねちょっと考えていきたいと思ってます。いや今日はダメでしたね単純に水泳の疲れか、まあ、他の有酸素もいっぱいしたからの疲れか分からんけど、体に疲れが溜まってこれはなんかしても意味ないなと思ったんで、今日はねだいぶ軽めに仕上げました。まあそういう日もあるかなと思うんで、今日は日曜なんでねゆっくりと休もうと思います。今日は安田記念もあるんでね、じゃあちょっと僕筋トレしたりゴルフしたり知ってますけど、本当はインド派なんで、インドアでねできる趣味を今日はゆっくりしようと思います。体力回復も分かります。昼飯です。お腹ペコペコですね。この真っ黒のお肉はラム肉ですね。バンボーハの残りです。なんか休みやからと言って本当は体を休めたいんですけど、なんかしてないと気が済まへん性格というか、なんでまあまだね有酸素がっつりやっちゃいましたね。1時間くらいかなバイクを漕ぎました。でこの後が、安田記念ですね。僕競馬結構好きなんで、まあ数少ない僕の趣味の一個ですね。なんか走って頑張って最後の直線で抜いたり抜かれたりしてる姿を見るのがすごい楽しいというか、競馬の後は時間があって家に閉じこもってるのも嫌やったんで、ジョイフルでね本を読みながら、まあ、勉強とかもしたりしてました。カフェもいいんですけど、スタバとかファミレスはまず机が広い机広くてすごいなんか贅沢に座れるんで、それがいいっすよね。晩ご飯は妻が作ってくれたんですけど、このね、オートミールのおかゆみたいなのがめっちゃうまかったですね。確かに昼とか夜はオートミールにしてもいいのかなってちょっと思いました。まあトレゴとかは吸収が早いご飯の方がいいと思うんですけど、まあ GI 値が低いんでやっぱり無駄の脂質が脂肪に変わりづらいのもあるんで、まあ、昼夜はオートミールに変えてみてももしかしたらいいかなっていう気はしてますね。まあ今度の日はしっかり運動できて体重が減ってよかったです。またね減量頑張っていくんで、動画が良かったと思ったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。